スタートえ、そのスタート今日は清水香織ちゃんと一緒にはいだべります。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介いいっすかやってもらっていいっすかはい、清水香織です。ね、香織ちゃんとは何年来だ。多分私でも覚えてるのは、私が28ぐらいの時にスノボをやり始めてるから、じゃあそのそう、そのぐらいの時に多分その前に共演はチラチラ多分ニアミスはしてるの、ね、どっかで、お互いでも、がっつり喋ったのは多分そう、なんかわかんないけど作品で一緒になって、スタジオも何の作品か覚えてる、某作品で一緒で、で、あの地下のスタジオで、でなんか出番がなくって、そうそうなくって、2人ともそう B パートかなんかに出番がなくって、ただガヤ待ちで、なんかこう待つことがあって、でロビーで初めましてじゃないけどねみたいな感じで話して、でしかも2人ともさ結構人見知りでさそうなんだよね。そうそう、こう見えてお互いなんかこう意外にね気は使うしなんかその別にさ人見知りだからって、でもこの職業人見知りとか言ってたらさ、仕事になんないじゃんそうだね、そうなんないから、まあお互い探り合いながらさ趣味は何ですか、最初はなんかこうちょっとしすごいふわっとした何でもいいような適当なトークから、それこそさご趣味はみたいなところからさで私多分その時桑谷さんって言ってるよね。え、私も多分清水さんとか言ってたと思う。だってわかんないもん、ね、距離感わかんない桑谷さんはって言って、そっからなんかちょっと、でも私今までの人生の中でこんな急展開で友達になった人初めてか。わかる。私もさ、まあ私自分でね陰キャだって公言してるんだけど、もうお家大好きだし、なんかあの時はちょっと頭おかしかった。いや、そう、私もなんだろう、この業界長いけど、長いよね、香織ちゃんはね子役でやってるし、なんだろう、子役の時とかに、この世界本当の友達はできないと思いなさいって、もうさ、もうさシビアすぎんだよそれで、ね、いや真理だと思うよ多分ね、昭和の女だからね、うん、確かに確かに、だからまあね、そういう風な環境で育ってきてなんだろうね、だからお仕事の付き合い上仲良くなる人はいても、やっぱ学校のお友達とか地元のお友達みたいな、ちょっとこう気を許した人ってあんまいないなと思って、作品やってる期間はやっぱ必然的に毎週会うから仲良くなるんだけど、作品を離れて仲良くなった子って本当に1人2人いるかいないかぐらいだった。そうだよね、私も香織ちゃんもさ声優の芸歴一緒じゃん、あの、あ、一緒なんだ。一緒だよ、だって私デビュー1998年なのね。今年私確か22年目とかと、あ、じゃあ1年早いのか、私が、私今年23年、私完全に20歳の時だから、今ちょうど23なんだよね、今年の秋で丸23、私秋デビューだったから23年、丸23年なの。だけど芸歴で言ったら香織ちゃんほら子役からやってるからもうその倍とかでしょ、そうそう、でも声優の芸歴ほとんど変わんなくて、私たちって、香織ちゃんほらだって高校生の時にデビューしてるから、中学、あ、中学か、中3、そうそうなんか言ってたよね、デビューの時超棒読みみたいなこと自分で評価してたよね、そういう風に。もう今でもなんかもう聞くといやだからさ、か、私言ってんだよ、公言してんの、過去は振り返らない方がいいってなんだろう、その時にしかできない、あ、そう、絶対あるよね、お芝居とかはある、デビュー作は、あの、すごいこの20周年21周年とかで結構作品を見返してくれてる方がいたりとか、あのファンの方がこういうイベントをやろうっていうのを言ってくれたりして、デビュー作をここ何年か見返す機会があって、作品の雰囲気もちょっと待ってね、これさ撮れてる、撮れてるよね、びっくりした、大丈夫、動いてる、大丈夫、オッケーオッケー、そう、作品の雰囲気も相まって、あ、なんかその棒読みというかなんかの感じがまだ許されるやつだったんだけど、そっから声のお仕事やっぱ中心でもらうようになって、いわゆるザ・アニメみたいなものになってきた時に、もうなんだろうね、死にたいって思ったオンエアを聞いて、自分の声だけ浮いて聞こえるの、あ、それはあるよね、私外画とかでよくそう思うもんね、あ、なんか薄いなぁみんなキャラクターなのに一人だけ、わかるわかる、浮いちゃうんだよね、なんか、あの
違うのが出てきたみたいな。わかる。あの時のさ、あの恥ずかしさあったらないよね。はあみたいな、顔から火が出るみたいな。そうそうそう、うん、そうそう、みんなね、そうやって上手くなっていくんだよそうなの、そうなの。その恥を何回か積み重ねることによってあの恥は感じたくないって思ってみんなやるからそう考えて今の若い人って本当うまいよね。いや器用だよね、最初から本当デビューした時から、うん、なんかちゃんとね、うん、でもそれだけだから素材があるってことだよね。あ、外画にしてもアニメにしても種類がいっぱいあって、うん、あのお手本になる人がいっぱい、うん、少なくない、いろんな種類の声優さんがいて、そうそう、それをでも言ってみれば初めはコピーだから、うん、そういう人たちの、うん、そっからほら自分でオリジナリティ味というか、そうそう出していくから、だからいい先生がいっぱいいるんだよね。あの私たちの上の先輩もそうだし、まあ、それは私たちの世代もそうだし、うん、だからなんかその中から取捨選択で自分で好きな方をね、うん、なんかこうコピーするじゃないけど初めはそれで覚えたりするから、うん、だからなんかだから最初のもラインで、うん、私たちが新人の頃より全然うまいんだよね。ああ、そうか、全然話ずれてるよね、出会いの話だってあのね、私たちほらもうさ、結構いい年だからさ、なんか話してるとさ、かおりちゃん逆におし、なんか覚えててくれてありがとう、きっと気になってたんだろうね、喋りながら今なんか話しながらすごい、あ、そうだよ、ななちゃんとこういう仕事の真面目な話したことないなって思ったけど、そうそう、ね、うん、あれ私たちの出会いの話から最後と、では次回あのさ、 YouTube の関係上あんまり長くするとそうだよね、そう聞いてもらえなくなるから、これじゃあオープニングってことで私たちの出会いいつの間に私もね質問に答えるつもりだったの、ファンの方のなっちゃんがなんかファンの人の質問に答えようって言うからはいって思ったんだけど、まあそうだよね、なっちゃんの YouTube 見てる人、ね、そう、かおりちゃんが、ね、私のこと知らない方ももちろんいるだろうから、うん、なんで急にってその出会いを話そうと思ったんだけど、じゃあもうちょっと出会いのところ話そっか簡単に話すと、そう、そう簡単に話すと、そこで出会って、そうそう出会ってスノボを私がやってるって話になったね。そう、そのいわゆるさ、ほら当たり障りのないところで話が始まってたから、うん、ご趣味はみたいなところからそう、私あの時すっごいハマってたからね、そう、かおりちゃんがね先にね、うん、で私がちょうど本当に冗談の時にスノボに興味があってやりたいなって思ってたんだけど、何度も本当に言うけど陰キャだったからお友達がいなくてあのやってくれるね、うん、そういうスノボに付き合ってくれる、うん、なんかまあいるはいたんだけど、みんなやっぱ似たような友達だからインドアなんだよで外に行って、うん、雪山冗談じゃないみたいな子しかいなくって、うん、やりたかったんだけど興味はすごいあったんだけどスノボに行けなかった時に、うん、ちょっとかおりちゃんとその現場で会ってで、ね、でご趣味はってなったらスノボ今やってるんだハマってるんだっていうのをかおりちゃんが教えてくれて、うん、私も行きたいって言ったら、え、行くみたいな、いや行きたいって言われて、私もその時スノボをやってたけど、うん、高校の時の同級生の子が一緒に行ってたんだけど、うん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 、それ以外にスノボ仲間みたいのが少なかったから、うんうんうん、え、一緒に行ってくれるんですかみたいな感じだったの、ね、本当に興味があるならって、なんかそこら辺の加減がまだ分かんなかったの、うん、本当に誘っていいのか、いやでも分かるっていうかさ、この業界汚いからさ、うん、いや違う違う、みんなさあの社交辞令がうまいんだよね、行きたいですとかって言って、あ、いざその誘ったら、あ、ちょっとごめんなさい、その日はスケジュールが本当っていう、そこでさ、なるほどって空気を読まなきゃいけないのか、ならいつなら行けますかって言っていいのかも分かんない、いいのか分かる、それ本当困る。なっちゃんが本気だなと思ったのが、うん、あ、そう、行くって言って、うんうんうん、本当に行くならでもスノボほら道具もいるから、うん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 、レンタルで借りれるものもあるけど、うん、あの多分最初に揃えたものもい、うんうん、あった方がいいと思うみたいな話とかをして、うん、でレンタルこのぐらいお金がかかるみたいな確か話をしたら、うんうん、買うってそう、なんかめんどくせえってなって、なんか私こんな性格だから形から入らないとやらなそうって言ったらえ、じゃあ買い物付き合いますよみたいな感じでかおりちゃんも言ってくれて、うん、まあ本当に意識揃えようと思ったから本当に分からないところから入るもんだから、うん、かおりちゃんもえ、じゃあ私も行きますよって言って本当にほぼ初対面だったのに、もう次の時にはなんか神保町で一緒に買い物に行ってたっていうすごいよね、だから初対面で現場で たかだか一回一緒になった、いや本当だよね、うん、あの時ほぼ本当に初対面だから、まあ、そうニアミス以外はしかも私あれほぼゲストだったから、あ、そっかそっか、あれ一回しか出てないの、そっか、え、じゃあさ、うん、あれなかったらさ多分一緒に一緒にいないよね、うん、行ってないと思う、あそこのゲストで1回出て、うんうんうん、出番がなくってちょうど
だったから、うん、確かそう1回2回でも本当1回か2回ぐらいしか出てないから、そっか、私かおりちゃんなんかレギュラーのイメージだった、うん、一緒に、うん、そう、あ、じゃあ本当にあの1回ぐらいだったんだ、あの現場では、うん、そう、それでそんなぐらいの付き合いの人と、うん、次プライベートで会うってこともなかったから、でも神保町で待ち合わせをして、ほらスノボのショップはいっぱい神保町にあるから、うんうん、神保町でって言って待ち合わせして、うんうんうん、確か買い物に行く前にまず腹ごしらえをしようって言って、うん、そう、買い物に行く前に食べたのね、食べたハンバーグ、すごい覚えてるの、で本当にすごいチキンだから、うん、まあ、すごい現場の話で盛り上がったけど、その後いざプライベートで会った時に話が弾まなかったらどうしようとか、うんうん、まあ、なちゃん年上だから、うんうん、なんか大丈夫かなとか、すごいチキンで気遣いだから、うん、そうなの、うん、そんなこと思ってたの、すごい思ってたの、うん、大丈夫かなとか、うんうん、思ってたらすっげー楽しくって楽しかったよねあれね、なんだろう、この人地元の友達かなぐらいなんか確かになんかざっくばらんに喋れて、でもすごいなと思ったのが、まだゲレンデにも行ってないのにこの人一式揃えたと思って結構なさ値段すんだよね、スノボの高いから、うん、そうそう、板含めて、そう、私あの体がちっちゃいから、うん、足のサイズとか服のサイズが特殊すぎて、うん、レンタルだと多分、うんうん、やべえなっていう予感があってだったらもう一式揃えようと、板とかもさちっちゃいの選べるし、そう、でそしたら結構な値段にはなっただからドキドキしたんだよね、あの私も最初に初めて行った時、うん、ウエアの上下だけは買ったんだけど、うん、なんかディノスかなんかの、 あの東京ドームでやってるような本当にすごい安く売ってた時の、うん、一番安かったのをとりあえず買って着ていったのね、はいはいはい、うんうん、だけどなっちゃんが買ったやつはもうちゃんとしたおしゃれな上下だったし、うんうんうん、スノボの板とブーツも買ってたから、うんうん、私最初はもう板ブーツレンタルだったから、あ、そうだったっけ、うん、そうなの、友達と初めて連れてってもらった時はレンタルで行って楽しかった、うん、そうで私を連れてってくれた人もとりあえず楽しかったら揃えなって、うん、普通そうだよねだからすごいもうめっちゃお金のかかる装備を買ったけど、うん、はまらなかったらどうしたいそうか、かおりちゃんそのプレッシャーもあったんだ、そう、使っちゃったけど、うん、でほらその時うなっちゃんの経済状況なんか分かんないからさ、うんうんうん、なんていうの、確かにこんなにお金、こんなスノボのやつ買ったって吐いてするほどお金ありますからみたいな、なんか100均で買ったのと一緒ないですっていう感覚の人もいればさ、うんうん、結構使ったの、かおりちゃんどうしてくれんのっていう人もいるかもしれないもんね、分かんなかったから、うんうんうん、で初めてゲレンデにほら一緒に行くのも、うんうんうん、私もその時まだ始めたばっかりで初心者に毛が生えたぐらいだったから、なんか教えるにしても、うん、教えられるかどうかみたいな、ね、うん、今だったら教えられるよってなるけど、うんうんうん、教えるほどもうまくないから、うん、そう俺になったらどうしようとかそっか、そういうプレッシャーもあったのか、そう、そういうのプレッシャーっていうか、そう、心配がちょっとあって、うんうん、あと考えてなかった全然、あともうだって3回目に会った時は泊まりでしょそうだよ、そうそう、だってえねあのさ泊まりの前にさ、あの香里ちゃんたちのさの仲間と先に行ったんだっけ、うん、それとも一番最初内場に行ってるから、あ、じゃあ最初が内場なんだ、うん、最初からもうガチで泊まりに行ってやそう一泊二日で行ってるのだから若かったね、若かったよね、あれ勢いだけでやってたんだろうねそう、でもきっと多分私もまあ私ほらポンコツだからあんま覚えてないからさだいたい予想で喋るんだけど、でも多分あの神保町が楽しかったからこれはいけるって多分踏んだんだと思うの、うん、もう次の時には泊まりに行ってたから2人で、そうすごい、だから会って3会ってっていうかもう、まあ、会ってだよね、うん、しかもさ時間にするとさ、うん、最初会ったのだってさ、アフレコの休憩時間とか、そう、休憩時間だから多分1時間とかだよね、1時間あるかないか、で次の時に会ったのが神保町の時にまあ 2,3 時間だよね、ご飯含めて買い物して、じゃあ次は旅行でみたいなでもう一足飛びで一泊二日ずっと一緒にいるってすごいよね、これさ気が合わなかったら地獄だよって本当に、でもだって苗場泊まって滑ってすっごい疲れてるはずなのに、うん、結構夜中夜通し喋ったもんね、夜通し喋ってた、なんか夜中寝させねえよみたいな私が、まあ、このトークを聞いててもらってもう想像つかないけど、軽く出会いを言いましょうって言ってもう何分経ってんだろうね、いや今何分、マジで何分だ、多分14分あのちょうどいい感じなんで、うん、ということで出会いは出会い編はこんな感じでそう、まあそれぐらい仲がいいね、うん、あの気が合う馬が合うお友達って、そうそう、気心知れたお友達ってことでの
まあ、声優のお友達ととりあえずね声優に関してちょっと質問がいくつか来てたので、うんうん、ちょっと軌道修正して次回はその質問に、まあ、雑談を加えながら答えてみたいと思います、はい、ありがとうございます、ありがとうございます